皆さん、こんにちは。2024年5月14日、日本の音楽界とお笑い界に大きな悲しみが押し寄せました。なにわのモーツァルトの異名を持つ作曲家でタレントの木田太郎さんが、93歳でこの世を去ったのです。戦後の関西を中心に、数々の名曲を生み出し、バラエティ番組でも独自の存在感を放ってきた木田さん。その類まれなる才能と波乱に満ちた人生の軌跡を改めてたどってみましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。木田太郎さんは1930年12月6日、兵庫県宝塚市に生を受けました。5人兄弟の末っ子で、両親の愛情を一身に受けて育ちます。幼少期に母親の影響で音楽に親しみ、クラシックからジャズまで幅広く聴いて育ったといいます。音楽家としての道を歩み始めたのは関西学院中学部時代のこと。肺結核で亡くなった長兄が残したアコーディオンに魅了され、本格的に音楽と向き合うようになりました。高等部3年生の時にはタンゴバンドを結成して自らアコーディオンを担当。バイオリン奏者として参加していたのが後に名俳優となる藤岡拓也さんでした。関西学院大学に進んだ後はピアノの腕を磨きながら作曲にも手を染め始めます。キャバレー、パラマウントの曲を手掛けたのを皮切りに、わずか3日で大学を中退。本格的に音楽の世界に身を投じることになりました。当時を知る関係者は、あのセンスはもう天性のものだったと振り返ります。1950年代半ば、ラジオやテレビの普及とともに木田さんの才能が一気に開花します。ラジオ番組のテーマ曲や激闘ものを手掛ける傍ら、次々と生まれた民放テレビ局から楽曲制作を依頼されるようになりました。代表作としては日清食品の出前一丁、 CM ソングあーらよ出前一丁、かに道楽のトーレトレ、ピチピチかに料理、有馬温泉氷江高揚閣のテーマソングなど、枚挙にいとまがありません。 ABC ヤングリクエスト、ラブアタックといったラジオ番組の曲も関西人なら誰もが口ずさめる名曲となりました。メロディーは100回以上練り直し、歌詞は大阪弁のニュアンスにまでこだわったという木田さん。その仕事ぶりから、なにわのモーツァルト、関西の小林亜星と称されるようになります。音楽関係者からは、木田さんがいなければ戦後の関西の音楽文化は語れないとの声も。まさに時代の寵児として関西芸能界を牽引していったのです。昭和芸能、1980年代に入ると木田さんはタレントとしての新境地も開拓します。とりわけ ABC テレビの探偵ナイトスクープでの最高顧問ぶりは、関西人なら誰もが知るおなじみの光景となりました。アホか、こいつは冗談じゃない、そんなんでうまくいくわけないだろう。出演者をこき下ろす毒舌キャラは視聴者の爆笑を誘い、番組の看板となります。でもその一方で、人情味あふれるフォローを忘れない、笑いあり涙ありの木田さんの名調子は最高顧問の名を欲しいままにしました。この番組で木田さんがモーツァルトの楽曲をアレンジしているとの検証結果が発表され、なにわのモーツァルトの2つ名が広く知られるようになったのも興味深いエピソードです。そんな木田さんの代表作の中でひときわ異彩を放つのが、1960年発表のアホの坂田、アホアホアホの坂田の歌い出しで始まるこの曲は、下品な歌詞が災いして一時は放送禁止処分に。当時の岸田太郎さんは、君はバカだなと頭を抱えたと言います。しかし今となっては、時代を先取りしたブラックユーモアとして再評価する声も少なくありません。ある音楽関係者は、よくぞあれだけ笑えて毒のある歌詞を思いつくなと、当時は皆で舌を巻いたものですと証言。木田さんの持ち前のユーモアセンスと風刺精神が凝縮された問題作と言えるでしょう。プライベートでは、1964年に木田道代さんと結婚、バイオリニストとしても活躍した再演で、公私にわたって木田さんの良き理解者でした。
子宝には恵まれませんでしたが、ゴルフと将棋を楽しみながら仲睦まじい日々を送ります。その様子から関西芸能界きってのおしどり夫婦として知られるようになったお二人、静かな時間を一緒に過ごすのが何より幸せと語っていたという木田さんの言葉からも道代さんへの深い愛情がうかがえます。昭和芸能5000曲とも言われる楽曲の印税は木田さんに優雅なセレブライフをもたらしました。年収は軽く2億円はくだらないだろうと音楽関係者、タワーマンションの一室を仕事場とし、愛車のベンツで街を颯爽と駆け抜ける日々を送っていたそうです。その木田さんの代名詞とも言えるのが銀世界のようなオールバックの髪型、あれカツラだよなというのが芸能界の共通認識となっていましたが、当の木田さんは決して明言せず、共演者に木田さんやっぱカツラでしょといじられてもただにやりと笑うのがお決まりでした。2000年代に入ると木田さんは体調を崩すことも増えてきます。それでも音楽への情熱は衰えることなく、最後まで現役作曲家として活動を続けました。意外な趣味として晩年熱中していたのがテレビゲーム。最新ソフトを片っ端から買い求め、時には1日10時間以上もプレイするほどの入れ込みようだったそうです。子供に操作を教わりながら夢中になって遊んでいたと関係者。しかし病に伏した時も病室には必ず電子ピアノが運び込まれました。体調が良い日はずっと鍵盤に向かっていたと関係者は振り返ります。最後まで愛し続けた音楽とともに93年の生涯を終えたのです。生前ナイトスクープ出演時には衝撃の告白も、中学時代にいじめの加害者だったことを涙ながらに懺悔したのです。心臓の弱い同級生をみんなでいじめていた。私が彼を叩いた時、彼は無言で涙を流した。それ以来私は二度と人に手を挙げることはなくなった。今でも後悔している。華やかな芸能活動の陰でずっと自分を責め続けてきた木田さん、その勇気ある告白と贖罪の姿勢にスタジオは感動に包まれました。昭和芸能木田さんの訃報は各界に大きな衝撃をもたらしました。永遠のムードメーカーを失った、関西芸能界の大黒柱が倒れた、悲しみの声が相次ぐ中、没後に放送された追悼特番は軒並み高視聴率を記録。改めて木田ロスがいかに多くの人々に愛されていたかが浮き彫りになりました。関西で育った者なら誰もが木田さんの曲を口ずさみながら生きてきた。ギャグから人生訓まで木田さんの言葉は宝物。視聴者からも木田さんへの感謝の声が相次ぎます。没後に発表された木田メロディー総選挙では出前一丁を抑えてラブアタックが1位に輝くなど、木田説の普及の魅力が再確認される結果となりました。作曲家、ピアニスト、タレント、そして人間として、木田太郎というあまりにも多彩な才能にあふれた人物が残した功績は計り知れないものがあります。その音楽と笑いに彩られた伝説の人生は戦後の関西文化そのものと言っても過言ではないでしょう。今はただ安らかに眠る木田さんのご冥福を祈るばかりです。でもあの独特のメロディーと毒舌はこれからもずっと私たちの心に響き続けることでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。